今日もゲリラで配信していきます。みんな今日は見てくれましたか？ DMM さっきあれエゴさんの12周年記念公演をやっておりました。あれはね、エゴさんの君はない、君が大好きみたいなんですをやってきました。君が大好きみたいなんですをやってきました。キラーン。そうなので、ユニットのセリの使い方綺麗だ、素敵だった。え、それはなんかあのね、もともとエゴさんのソロ曲だから別に振り付けとかもあんまりなくて、二人でやるってなって、ダンスのね先生が構成とか考えてくれて、セリをね使って愛理ちゃんがこうここにね、こういうセリで、セリ難しい、あのセリでこうこうなんかちょっとこうやってやったりとかして、そうとか、あと座ってね歌ったりとかしてたんですけど、おしゃな可愛い感じの構成を作ってくれました。そう、エゴさんのねソロ曲とか前ね、自分のソロ公演の時もエゴさんの自転車のベル鳴らしてっていう曲をやったんですよ。そう、自分のなんかそういう選べる曲とかある時はエゴさんの曲がやりたいって思うんですよ、自分が。そうだから今回もねエゴさんが選んでいいよって言ってくれて悩んだんですけど、やっぱエゴさんの可愛い可愛いソロ曲を二人でやるのがエモいんじゃないかなって思って選びました。そう、でなんか緊張してて今日、なぜか謎に、だからなんかねずっと手震えてた。そうなんですよ。エモ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 でしょ、嬉しい。てかなんかエゴさんが今日のねメンバーに選んでくれたっていうのが嬉しいですよね。感謝。支えのエゴアイリパート大好きマンだったのに大歓喜。そう、なんか支えの一緒に歌うパートめっちゃね歌いやすいんですよ、一緒に二人の時。歌い方が空の青さと違ってどっちもいい。やだ。好きなんですの曲とアリちゃんの声がぴったりですごかった、嬉しいね。でもエゴさんの声は可愛いから、もうご本人とね一緒に歌うっていうことだったので、ちょっとリスペクトを込めて可愛く歌いました。12時になったらアーカイブが出ると思うのでアーカイブ見てください。そうなんですよ、ちょっと見えたんで靴
わかる。愛理もあの靴苦手だからめっちゃ飛ばしちゃうし、でもあの衣装の靴が飛びやすいんですよ。私だって 2,3 回あの衣装で飛ばしたことあるから、マジで気持ちは超わかる。あの衣装は絶対誰かしら一人は飛ばすんですよ、マジで。でもさすがにあれ 2,3 回飛ばしたから過去があるから気をつけた。でも気をつけなかったらぶっ飛んでるあれはもうしょうがない、しょうがないです。アリタンは今日は靴は飛ばしませんでした。そうなんですよ、バンドとかついてるんですよ。なんとびっくり、シューズバンド、シューズバンドつけてんのに飛ぶんですよ本当にそうね、今日ね見れたシューズバンドつけてたのに飛んだ、飛んでたし、アリもシューズバンドつけてんのに飛べました。なんかさ、でもなんか奇跡的に結構なメンバーみんな靴飛ばしてるのにファンの人には当たってないっていう奇跡的な。アイリーはねよくね天井に向かってね靴が飛んでいくんですよ。だから天井にバンってぶつかって落ちてメンバーが危ないみたいなことはよくあるんですけど、よくあったら困るんですけどあって、でもファンの人にはぶつかったことない。で見れたもんね、今日ファンの人には当たってなかったからセーフです大丈夫めっちゃす、別にね今日もね特に話したいこととかはないんですけど、ちょっと暇だったので配信しようかなって思って配信してます。配信して終わった頃にお腹が空いてご飯食べるぐらいの気持ちでいる。いや今日はなんか蒙古タンメンが食べたい気分なんですよ。だから蒙古タンメンを食べたいんだけどまだいらないから、ちょっと配信してねこういっぱい喋ってお腹空かせようっていう。今日のアリちゃんはねアイドルだったと思うなんかあれさ髪型で結構スイッチ入るっていうか変わるんだよね。なんか下ろしてて下ろし巻き下ろしだけとかだとなんか結構大人っぽくなんか踊ろうとか思うんだけど、なんか元気な髪型とかツインとか高めのねツインとかしてると可愛く踊ろうって思うんですよ。そういうスイッチが自分の中にある。蒙古タンメンセブンにね売ってるねカップラーメンの蒙古タンメンをいっぱいお家に忍ばせてるのでそれを食べる。そう楽しみにしてるの。無料少なめかのツインテール、そう頑張ってもらったんです今日メイクさんに。次いつ会えるに会える、ね、公園じゃない、公園かなんだ K2 の台本でやる
チームコンサートかな。でその後が1月の年始めにプリマステラの東名阪広島ライブがあります。ライブしかない、接触はない、もう今のところね。そう、チームコン、チームコンも覚えなきゃいけないし、チームコンは明日覚えます。明日頑張って覚える人いる。うわ、痛い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 、うわ、白くなってる髪の毛。岐阜がある、岐阜、そうだ、いつだっけ、12月1日かな、2日かな、忘れちゃったけど、岐阜のなんだ、 FC 岐阜の応援しに行きます。みんな来れるので見に来てください。トークとか、トークショー、トークショーします。土曜日、今週12月2日、12月2日です。見に来てください。写真撮れるんで写真も撮ってください。可愛く、今池、今池飯店のデカ盛りニンニクチャーハン食いたいな。あれ、ニンニク好きじゃないんだよね。サッカー観戦は初めてじゃないです。もう何回も仕事で見てます。なのにあんまりルールが分かってないって。でも野球よりは分かる。エゴちゃんがアリタンとのツーショットを X に残す。え、嘘、私今日撮ったっけ、エゴさんと。私さ、撮り忘れたんだけど、何してんのって感じだよね、本当に。あ、本当だ、待って、あ、そうだ、エゴさんので撮ったんだ。エゴさんので撮って満足してんだ、私。自分ので撮らずに満足してるわ。本当だ、本当だ、載せてくれてました。見てください、私のさっき投稿した X のリプに載せてくれてるわ。ありがたや。ありがたやですね。あゆちゃん、声優を目指すことありませんか？でも、やりたいですけどね、お仕事来たら。でもまあ、難しいからね。今日のアリさんのメイクはオレンジです。いつもより薄い、アイラインも細い。15分経過したらしい。15分、もうそんなに経ったんですか。隠れまじり、綺麗だね、ありがとう。なんか
質問ありますか？急な。キミちゃんに似てるとか言われない？言われたことない？言われたことないですよ。ソロアオロライブ第2弾待ってます。ソラオね、ちょっとあれちゃん緊張しちゃうからさ。二人の大好きなセリフ可愛かった。やった。サッカー用語わかんないです。サッカーのルールも結構危ういのに、野球はもうわかんないマジで。しかもなんか結構あるじゃんルールが。キミちゃんが似てるのはミナルン。似てないよ。え、なんかあれ SK のファンの人が言う似てるがさ、マジで理解できないんだけど。K2 のチームコンサートのテーマはわかんないです。長距離走得意ですか？わからん。何のスポーツならわかるの？水泳。アイリーはチリの作品です。どういうことですか？スポーツなんだろう。なんだろう。なんだろう。オフサイドとかわかんない。マジでわかんない。なんかあれバスケ部だったんですよ。で結構長いことバスケやってたのに、あんまルールわからずやってた。なんかその用語、バスケのなんか用語とか言われてもマジわかんない。なんかあんま話聞いてなさすぎて、全然意味もあんまり理解せずやってた。今日でもチリさんマジ会いたい。あれ見てるんですよ。推しが上司になりましたみたいなやつ。なんだっけ、推しが上司のやつ。推しがそのまんま。鈴木愛理さんが出てるやつ。え、そう、それにさ、チュリさんがさ出てるじゃないですか。うおーってなりながら見てる。チュリさん、チュリさんが出てるってなって、で最初チュリさん、あ、チュリさん出てきた出てきたと思っても、なんかすぐあのチュリさんのねあれが終わったんだよ。終わったんだけど、7話かな、7話確か7話ぐらいがもうチュリさん、チュリさん回みたいな、チュリさんがめっちゃ出る。推しが上司になりましてだ、そう、チュリさんがめっちゃ出る回があって、応援してた。可愛いと思って。会いたいなって。なんかさ、自分が見てるドラマに出てるさ人とさ関わったことあるのすごくないって思って、ない急に。急にね、急に思って、え、私この人になんかめっちゃなんか好き勝手言っとったわみたいな。好き勝手言ってるっていうか、なんか普通にお友達みたいな感じでさ喋ってたからさ、なんか、え、めっちゃすごい人、めっちゃすごい人やんって。いや、もうあれだよ、リスペクトと憧れはずっとあるよ。敬う気持ちもあったけど、昔からあったけど、うわっすげえってなってる。そうなった、見てて、ドラマ見ててふーってなった。なんかもあったんだよね、あれさ、前なんだ、なんかドラマ見てて、で
ミナルンさんが出てきたんよドラマに。でもあれそれミナルンさんが出てるって知らなくて、やばいミナルンさんが出てきたと思って、でなんか数日経った後にミナルンさんがね、そう公園で会ったの。ちょっとうわ芸能人だ、芸能人が目前にいる って思いながら喋ってた。そうなんですよ。アリは先輩の友達が多い。そう。え、マジ。わかんない。アリは結構。先輩がね結構可愛がってくれるからやばいな急に喉そう仲良くしてたんですよ、仲良くさせていただいてて、でも逆にあれあんま後輩との絡みも少ないし、なんかあんまりメンバーとあまりそんな表でねいっぱい関わってますみたいな見せないんですけど、見せれてないかもしれないんですけど、先輩が結構仲良しでみんなでも辞めちゃうから自分を置いてみんな辞めてしまうから、あそう弁解したい。普通にアリはね仲いいメンバーが今少ないんじゃなくて、みんな仲良かった人がね辞めてった結果ですよ、結果いなくなってしまったっていう問題があります。本当にそう、後輩でも甘えられる人と仲良くなる。え、でも後輩もマジであんまり本当に何か仲いいみたいな子がいなくて、でいなくて、でようやくね後輩の凛花と仲良くなったんですよ。したら私より先にいなくなりましたなぜ、なんかみんな本当に消えていくんですよ、マジで。そうそうと大畑優奈も消えていったし、なんかみんな消えていくから。でもねやっぱ結局なんかプライベートで遊ぶってなったら、なんか辞めた先輩とかになっちゃうんだよね。後輩と仲悪いわけじゃないんですけど、あれ人見知りだから、なんか昔は子供のめっちゃ子供の時とかは何の物おじもしなくて、あのいろんな先輩に喋りましょうよとか言ってしょ、なんか、子供ながらのさあるじゃん、だるがらみみたいな、そういうのができてて仲良くなれたんですけど、なんか人見知り、まあ昔から人見知りはあったんですけど、なんだろう、なんか人と喋れなくなっちゃった時から入ってきた後輩に関してはもうその熱量で自分からいけない、喋りかけれないから仲良くなれないだけで、別に仲良くしたくないわけとかでもないし嫌いなわけとかでもないんですけど、そう普通に自分からいけない結果、周りの先輩たちとか仲いい子が辞めていって、あの一人になるっていうそうなんですよね、来る後輩いないよ私に。でも自覚ないけど、周りに多分喋りかけるさ辛いじゃん、多分わかんないけど、私なんかメリットないじゃんだから須田さんには緊張してた。
そのこうキッズの時にめっちゃ話しかけた人は誰も緊張しないんですけど、あんまり須田さんと合わなかった、なんかチームが違うから全然合わなくて、で忙しいじゃん須田さんって昔からだからあんまり一緒になる機会がなくて、そんな喋る機会がなかった、からずっと緊張したままだったかも。そうなんですよね。でもやっぱみんな一面と過ごすみたいな感じ。いやマジでそうだから、なんか本当にみんな仲いいんですけど、何もね一人一人はすごい喋るけど、わざわざで自分の一番仲いい人がいなくなりましたってなって、新しい輪の中に自分から入りに行くあれではないじゃん。もうみんなさ、それぞれ決まった子たちと、例えば楽屋も一緒にさ、テーブル机一緒に座るとかじゃん。でもハニさんはもうみんな仲いい人がいなくなったものですから、ずっと一人でずっと一人でいるからいるんですよ。まあ、でもいいんです、もうしょうがない。これは私の友達がみんな辞めたのが悪いもうみんなすぐアリさんを置いてどっかに行ってしまうんですよね。リンカは一番仲良かった、一番今でも一番仲いい。アリの友達会、もう友達会ですよ、もうメンバーとかじゃなくて、アリの人生の友達会の中で一番仲いい。話変わるけど、今日のエゴさんとのデュエットは声が神だった、ありがとうございます。話変わりました。K2 公演でアルバイト、だからもうよりだよ、よりだよね。なんかいつも一人でいるくせにそんなにあんまり交流、後輩との交流もないくせに、表に出るとなんか人のこといじったりとか、自分でなんか暴走したりするから余計に怖がられるっていうなんか普通のさ、普段のアイリさんと関わってたらさ、体勢つくかもしれないけど、喋らないのに表ではめっちゃ喋るから余計に良くないですよね、本当にっていうのはあると思う。新井先輩はかなり話しやすそう。ゆきさんはもう誰でも仲良くできるタイプじゃないですか。前でもゆきさん大好きだし、ルカさんも喋りますよ、ちゃんと喋る、みんな喋るは喋る。なんかあるじゃん、みんなさ、人間関係職場でもさあるじゃん、みんな仲いい、みんな仲良しだけど、その中でも特別移動中とかも一緒にいるとか、楽屋一緒にいるとか、よくご飯、仕事帰りに絶対一緒にご飯に行くメンツみたいなあるじゃん。それがアリさんには今いないっていうだけで、みんなとなんか悪い話とかではない。やっぱなんかさ、共通の趣味とかがないと仲良くなれないんですよね。仲良くなり方がわからないもん。例えばさ、同じ、めっちゃ例えばの話ですけど、じゃあ同じキャラクターが好きで、同じキャラクターが好きだから今まで仲良くなかったけど、今度その同じキャラ、その好きなねキャラクターの
ポップアップショップがここで出るんだよっていう話になった時に一緒に行こうよってなって仲良くなっていくみたいな感じなんですよ、私の場合。だから本当に同じ共通の何かがなければ仲良くなれないし、アリさんは結構本当に自分がめっちゃ好きだな、この人のなんかこういうマインドめっちゃ好きだな、波長合うなって思った人としかなんか避けてるわけではないんですけど仲良くなれないから、結論アイリと仲いい人と人はみんな似てるの、中身が、中身とか、なんか本当にタイプが全員似てるから、同じみんな同じ考えを持ってるから、早々とやめていくのも本当にみんな一緒だしそうなんだよね、本当に似てるんですよね。だから自分のそういう仲良くなる、よくなく仲良くなりやすい子じゃないタイプの子っていうのかな、だと本当に仲良くなれない っていうのはありますね。本当にね、さっきから語り口をおもろくて語り口になっちゃう。いつか有田に憧れて好きに入ってくるメンバーが現れる。本当にないよ、そんな子そうなんですよね。なんかしかもなんか最近の子ってさ、結構グイグイ来るような後輩あんまりいないじゃないですか。本当に仲良くなるきっかけがマジでない。自分からね、いけないんですよ。なんか次の会話が出てこない。なんかだるがらみしちゃっても、会話終わるし、なんか特に別に喋りたい話題があって喋りに行くわけじゃないじゃん、仲良くなる。仲良くなり方がわかんない、そもそも人と。だからもう一旦諦めました。アリさんのビジュアルに憧れるはあります。本当になんかさ、でもさ SK っていっぱいいるじゃん、その中にいろんなタイプの子がいてさ、いろんな顔の子がいて、いっぱい可愛い子いるからさ、もうアリなんて、アリなんてですよそうなんですよね。 MC での切り込み方はすごい。なんか本当に MC とかではどんな子でもある程度喋れるんですけど、 MC じゃなくなると喋れなくなる。でも分かんない、もう自分が多分本当に甘えるタイプだから、妹気質っていうのかな、年上の人とか本当に先輩とかに喋る感じでいかないと喋れないんですよね。だから後輩とかも本当に関わり方が今までと違うからわからないっていうのはあります。有田は受け身？後輩には受け身かな。だから自分から喋りに行けないから。全然喋りかけてくれたらニコニコで答えるんですけどね。先輩はね、喋りやすいんですけどね、基本。なんだろう。
でもさ、なんか辞めた先輩みんな元気なんかな急だけど。チリから傾聴しになってすぐに有田に目がいった。やったー。え、まずチリさん本当に元気なの？あり会いたいんですけど。みんな会いたい。なんか本当に自分のことを可愛がってくれた先輩っていうのはマジで一生涯大切にしていきたいじゃないですか。ていうか大切にしていかないといけないと思うんですよ。何かしらでね、恩を返せたらいいなっていう気持ちはある。いや、チリさんの舞台見に行きたいってずっと思ってる。あとね、ユキさんのプロレスも見に行きたいんですよ。うん、ユウさんは卒業した実感マジでない。ユゴさんとかでもなんか本当にさ、アリさん結構ね、こういうイベントとか今日みたいなイベントとかなんか何かしらの少人数系、なんか先輩の卒業イベントとか結構選んでもらえること多いからマジでなんか本当に感謝ですよね。でもさ、その辞める時にさそういうのがあるからさ何もできないじゃん自分。その恩を返せずに辞めてしまうからなんかね、って気持ちだけど。ゆきちゃん昨日名古屋大会、あ、そうなん、え、まだ行きたかったんだけど。そう、なんか可愛がってくれる先輩がマジで多かった。ありがたい本当に。そう、先輩と仲良くしすぎた末路が後輩と仲良くできないっていう仲良くなり方がわからないっていうね、そこですよ問題は。後輩とも関わっていきたいんですけど、難しい、難しいでしょ。でどうせあれでしょ、新しい後輩たちがさ入ってきてさ、アリなく、アリとめっちゃ仲良くなってさ、アリより先に辞めるんでしょ。そうやって回っています。はい。そういえばゆずきって卒業するんだよね。もうしました。ゆずさん卒業しました。もう11月で。後輩からグイグイ来たらどうするの？え、全然嬉しい。え、アリさんご飯連れててくださいよとか言われたら全然ご飯連れてくし、うんってなる。全然嬉しいけどな。気になる子、気になる子とかいない、わかんない。なんかなんかそもそも別にあんまり人に興味がないんですよ。でもその中でも自分、私結構これ誰にでもそうなんですけど、ファンの人もそうで、なんか自分のこと興味ない人は本当に興味がないから、その自分のことを興味ある人は超貴重な存在なんですよ、アリの中で。だからファンの人も
でその中で自分のことをアリさんのことを好きになってくれた人はもう一生大切にしようって思うし、でそれがじゃあ後輩ちゃんパターンでも同じですよ。自分は別にそんな興味ないからアリさんのことを好きって言ってくれる子がいたらもう大切にしようって思うっていう考え、アリの考えは。うん、12期生と話して話してないです。うん、だからアリのこと好きなファンの人はもう私は一生大切にしますよ。アリさんはそう、アリはもう 100% の愛をですね、アリのファンの人にはあげたいんですよ。なのにみんなはですね、その愛をいろんな子に分散させるじゃないですか。だからアリさんはもう悲しい。そこです、問題は。だってアリはめっちゃね、もう本当に一人の人に大好きだよって思ってるのに、みんなはアリのことを見ていない。見てないってなる。まあ別にいいんですけど、でもアリはまあ来るもの拒まず去るもの追わずスタイルなので、今まあ昔から言ってるけど、なんかその順位はアリの中のファンの人順位ランキングおきにはやっぱりあるんですよ。みんな大好きだけど、その中でも順位をつけないとアリは不動明だって思うタイプで、その分散型、いろんな子が例えばじゃあ好き2推し3推しがいますって人、もう全然アリ的には嬉しい。アリのこと好きでって言ってくれる、アリが1推しだったとしてもまあ嬉しい、嬉しいけど、その中でもアリのファンの人の中でもアリのことしか好きじゃないって人もいるから、もうそういう人はもうそのアリのファンの中でもやっぱ一番好きってなる。そう、だから別に他推しじゃないのが悪とは言わない、言わないし、全然嬉しい、嬉しいし、ちゃんとね愛はありますけど、やっぱ愛しか好きじゃないって人の方がまあ好きだよね、人間だし。っていうのはあります。じゃあうまく倒しのふりをすればいいだけだな。いや、なめてますね皆さん、推しメンの洞察力をなめてます。バレますよ、アリなんてネットストーカーしまくるんだから。もう常に常にみんなのアカウントをもう見てますし、もうすぐ分かるんだから、アカウント変えててもなんとなくもう分かるもん、あこの人これと一緒のアカウントだっていうの。マジ分かる。でもマジで本当に
みんな見てるから、これは結構ありだけに限った話じゃなくて、マジみんな見てるから、はい、気をつけてください。何をちゃんとおしめに見られてもいいツイートをするように心がけてください。本当に見てますから。でおしめだけにいい顔しててもツイートとかでバレますよ。本当にアイドルってそんなことするの？みんな見てると思う。本当に私の目はごまかせません。趣味エゴサと言っても過言ではないんだから、アリさんは。暇さえあればエゴサ。暇なのよ。ボット、BIO 欄、アリタ以外の名前削除しよう。頼んだよ。てか、それな、その BIO、X の自己紹介欄、水野愛理推しってみんな書いてもらっていい？アリのこと好きな人書いてもらっていい？わかりやすいから。で、今、アリはね、オタクリストを作ろうと思って、そういえば。そのうち、リスト作るから、見ますんで。もう逃さないように。今ねないんだけど作ろうと思って。あ、お腹空いてきた。急に急に。プリマちゃんズはあっても OKOKOK です。そうだからリスト作りたいから、本当にあれのこと好きな人は水野愛理推し的なやつ何でもいいんだけど、まあ、そういうのちょっと書いててくれると私リスト作るときに助かる。わかりやすくて。水野愛理推しとかじゃなくても全然いいんだけど、なんか分かりやすい感じで、そうリスト管理するから。お腹空いてきた。ちょっと配信終わろうかな、もうそろ。別に倒しじゃない人も書いてください、ぜひ。てかなんかアリのファンの人のさ、アイコンをどうにかしたいんだよね。別に一押しじゃない人とかいいんですけど、なんかアリのこと本当に好きな人とかのなんかアイコン、なんか可愛くしたい。なんかもう今ね私思ったんですよ。なんかいろんなアイドルさんのこうリプライとかリプランとか見てて、なんかみんな可愛いの。なんかさ、で SKE のリプランを見た時にマジでなんかアイコンが変な人多くて、なんて言ったらいいの、なんかもうめっちゃオジですみたいな。わかりやすく言うとなんかすごい本当に SNS 初心者の人たちが作ってる、あ、使ってるアイコンみたいな。そうなんかアイコン揃えてほしくはないんだけど、わかりにくくなるから誰が誰っていう認知を。なんかおじさん感がすごい。みんな見てほしい。なんかインスタグラマーとか何でもいいんだけど、なんか最近流行りのアイドルさんとかのリプライを見た後に SK の誰かしらのリプライを見てほしい。マジで
全然景色が違う景色が違いすぎて、なんだこれはみたいな、すごいおじが伝わってくるあのアイコンです。みんな名前もなんか最近気になって仕方がない、気になって仕方がないから、別にアイリのファンの人だけじゃないよこれは。そうじゃないんだけど、さすがにでもなんかそうアイリのねリプルしてくれる人とかさ、全員をさなんかそのいい感じのアイコンにしてっていうのは難しいから、まあ、せめてアイリのファンの人だけでもなんか例えばさアイリのなんか顔ね自撮り、うん、X とかに載せてる自撮りをさちょっとなんかいい感じに可愛い感じでね加工してさ、あそれアイコンにするとか なんて言ったらいいの、もう分かんないけど、なんかすごいおじが伝わらないアイコンにしてほしい。あのしかもおじじゃないのにおじ感伝わる人もいっぱいいるから、なんか謎 SKE だなーってSKE 感が出ちゃってる。みんないい意味もあるんだよ、いい意味もあるんだけど、まあなんかすごい SKE 感がすごいなんか伝わってくるよね、なんか他の界隈に比べたらさやっぱりなんかおじアイコンってどんなん、えでもだからみんなもう本当にもう何て言ったらいいんだろうね、難しいけど、えなんだろう、ちょっと一回見ていい、一旦アイリの今日の投稿の、え今日の投稿はまだあれか、じゃあ次あのでもさこれささらすことになっちゃう、なんて言ったらいいので、このアイリの2日前にあげた好きって投稿のリプライを一旦見ます。でもなんか女の子、アイリの女の子は、みんな可愛いアイコンしてる。あ、若いアイコンだなって。わかる。なんだろう。まず、おじだなって思う人その1。名前が本名。フルネーム。これね、これすごい気になる、アイリ。めっちゃ気になる。めっちゃおじさん感あるねこれは。名前がもう本名漢字フルネーム、これはちょっと気になるな。なんだろうな、うん、みんな気になるアイリうん、なんだろうね、このあとなんか意味のわからないアニメ、なんか昔ながらのあんまちょっとマイナーなアニメのアイコンとかもちょっと気になっちゃう気になっちゃうし、うん気になるね。うーん、あとなんだろう、他の投稿見よう でももう分かるやん、なんて言ったらいいの、もうみんな見たら分かるよ。なんかさ一覧でバーって見てさ、別にこの人がっていうのじゃないよ、けど全体的に見た感じ、あもうなんかすごいおじさんだなーってなる。なんかね本当にいいんだけど、あ SKE だってなるSKE だね、 SKE なリプランだね、素敵だね、うん、間違いなく若くはない、そう間違いなく若くがないのが SNS に出てるのがおもろい
ね、本当に面白い。だからはい、だから一回本当になんか最近のアイドルのリプライを一回見てきてほしい。本当に違うのが分かる。違いがなんて、すごいすごい違う。で48オータがみんな多分こんなのだと思う。本当に時が止まってるのか、だから時が止まってるおじさんたちが頑張って SNS やってくれたんだよね。だからその結果がやっぱ出ちゃってるんだよね。悪いとは言わないよ、悪いとは言わないんだけど、まあ、すごい、まあ、おじさんがまああるのはまあ否めないですよね、ちょっとね。まあ、なんで確かにノイミーとかはない。あ、わかりやすい。確かにイコラブさんとかノイミーさんとかのだ、ね、メンバーのリプライとかだのアイコンみんなパッて見てみて、やっぱ違うなって思うやっぱ違うなって思うから、そのにじみ出ちゃってんだよね。だからみんな若作り してみるのはどうかな。うん、一旦うん、だから、まあ、そうだから、そこをねみんなが変えていくっていうのはやっぱ難しいと思うから、まあ、せめてアリさんのファンのおじさまたちはちょっと若く、なんかアイコンと名前ぐらい偽っていこうよ的なね感じ言いたかった。あ、あとアリさんの、あ、そう言いたかったの、なんかアリさんのファンの人だけでいいんですけど、公演とかな、まあ、何のライブでもそうなんだけど、ペンナできるだけ多く持ってる人はちょっと持ってきてほしいなって、なんかいっぱい振ってほしいんだ最近思うようになってきた。なんか数いっぱい持ってる方がなんかちょっと華やかに見えるし、ちょっと多く見えるじゃんなんかいっぱい持ってきてお願いだから。なければ全然いいんだけど、なんかいっぱいペンダント持ってほしい。そう、青いっぱいで、でプリマの時はちょっと水色いっぱい持ってくれると嬉しいな。おじさん大変、おじさんマジで大変ごめんね、アリのファンの人のおじたちよ、ごめんね、ありがとう、本当に感謝はしてる。待って、福士ちゃん、え、ありがとう、タワー嬉しい、ありがとう、ありがとう、ラブだよ、ありがとうね、福士ちゃん、キュンです、ありがとう。あれ、みんなタワー投げなくて大丈夫そう、みんなはタワー投げなくて大丈夫そうかな指定してくれると助かります。青一本のルール守っています。え、私別に青一本がいいって言った覚えないんだけど、言ったの私それ。あ、間に合ってる、あ、間に合ってるか、ちょっとアリさんちょっとまだ間に合ってないかも青何本でもって言ってた、え、言ってたよね、やっぱ大丈夫だから、本当にいっぱい投げてほしい。
あ、投げてほしい、持ってほしいペンライ、やばい、待って、アッキーありがとう、タワー嬉しい、ありがとう、ラブありがとう、わーい、ありがとうね、ラブだよ、ありがとう。なにこれ、でっか、コージーありがとう、なにこれ、クマ、こんなんの今、ありがとうコージー、ありがとう、嬉しい、ラブ、感謝ありがとうね、嬉しい、みんないっぱい投げてくれるみんなありがとう、私のやる気がこれでまたショールームやろうって思った。正直ね、正直もうショールームとかやりたくないなって、もういいかなって思ってたんだけど、こう今福士ちゃんとアッキーとコージーがこう3個のタワーをね投げてくれたおかげで、あ、次もショールームやってもいいかもなって今思いましたありがとうございますえ、10万あんの？怖っ、何それいや、投げ銭パワーほど大きなものはないですよ、そんなの当たり前じゃないですか。嬉しい、ありがとう、マジで。はじめまして、はじめまして変な配信って思われてんだろうな、こう初見さんは、すいません、こういうことなんですこういう配信なんです、うちは。イベントしたらタワーがたくさん来る、いや、それなんだか、あれイベント出たいんだよね、でもなんかさ、ないじゃんそういうの。待って、コッペパン、嘘でしょ、ありがとうコッペパン、クマちゃんありがとう、ラブです、キュンありがとう、嬉しい、え、嬉しい、コッペパンみんなコッペパンを見習え、石油王、石油王、もしかしてみんな現金なアイドルで分かりやすい、え、もう本当に最悪、もうしょうがないから許してほしい、本当に。でもなんかだってショールームってそういうさ配信サイトじゃないのでもマジ本当に最低なこと、本当に黙るね、一回一旦、これがオジの強さ、やっぱオジって何、最強じゃん、やっぱオジ、いいよアイコン、ごめんね、なんかごめん、あのアイコンが古臭いとかいうの感じなんか言っちゃって本当にごめん、やっぱオジしか勝たんってねえ待って、何、背番号12、何これ、白、ありがとう、嬉しい、ありがとう、キュンです、ラブ、ありがとう、待って、ありがとう、なんかみんな投げてくれるんだけど、本当にありがとうございます、やったー、手のひらくるくる、え、当たり前じゃん、やっぱりあのこびていった方がいい人間にはやっぱこびていく、いくもんだから、当たり前に見極め大事だからね、人ってね、オジはお金持ってる、なるほどね、は、今日もアリさんは楽しく配信こぼれるな、ありがとう、本当に、あれとかやる、最近あのやっぱ投げてくれた人もいるし、最後、まだ終わんないけど、まだ終わんないけど、最後ね、ランキングでも読もうかしら。でもあれ5位まで呼ぶことにしようかな。古いアニメアイコン？
そう、なんか古いアニメアイコンちょっとよくわかんないんだよね本当に。アリちゃんキレがすごすぎる今日も。あれかも、やっぱ今日一公演終えてきたからちょっとアドレナリンがね、アドレナリンが出てるかも。ね、待って、え、かくれんぼむしり、くまちゃんありがとう、嬉しい、ラブありがとう、わーいわーい、みんな、みんなも、みんなもありがとうって投げてない、で、投げてない人ありがとうって言ってもらっていい？あの、君の代わりに今かくれんぼむしりが投げてくれたと言っても過言ではない、ありがとうって、あの、え、ま、嬉しい、いっぱいね、今日あれ誕生日だったっけもしかして、あ、誕生日だったかも、嬉しい、ありがとう、なんかいつもと違う配信の、いつもこんなんじゃない、本当にきっと毎日配信したら稼ぎすごいするしかなくね、じゃあとか言いつつ、あれ本当に一日一日でね、そのね記録を破るんですよ私は。ねえ待って、ねえ富豪いるんだけど、アッキー、アッキーどうした、え、これアッキーあれだよね、2個目だよね、タワー、クマちゃんの、怖っ、お金大丈夫そう、ある、ちゃんと、え、今後アイリのイベント会えないとかないよね、ありがとうアキ、嬉しい、くまちゃん2号ありがとうございます、ラブキュン、ありがとね、え、嬉しい、ありがとう、待って本当に、え、みんなどうしたの、でもさ投げられすぎてもさ、あの怖いんだけど、なんか私死ぬみたいな、今日のアイリちゃん特別に可愛い、あ、なるほどね、じゃあ美女が強い記念でで本当に無理、あ、みんなありがとう、みんなありがとう、アッキーみんなありがとうって、アッキーにみんな感謝してありがとう、ありがとうって、ね、本当に怖い、ね、本当に怖い、何、待って待って待って、シンカエル、ね、待って、しかもさこれなんかあれじゃない、ね、本当にできないんだけど、え、何これ、なんかすごいんだけど、待って、シンカエル3、ちょっと待って、何これ、2万だよね、ね、待って、え、普通にさ課金間違えたやろ、ボタン押し間違えとかじゃないの、え、いや、ありがとうございます本当に、本当にありがとうございます、ありがとうございます、新カエル、新カエル3ありがとう、大好き、ありがとう、ラブだよ、ありがとう、ね、本当に怖い本当に怖い、何、ありがとうございます、みんなありがとう、みんな新カエルありがとう、新カエル3ありがとう、ね、待って、すごいんだけど本当に怖い、なんかあった、なんかあったの、私イベント中だっけ、なんかもはやここまで来たらイベントした方がいい説ない、ありがとうございます、え、待って、なんかどっか行ったんだけど、くまちゃんさっきのでかかったのに消えた、ね、もしかしてアリさんってすごい人え、もしかしてアリさんってすごい人、スケーってイベントあったっけ、今いただき女子やめて、本当に本当に良くない、ありがとうございます、ありがとうね、みんないっぱい、ありがとうございます、いっぱい投げてくれて、店の台湾ラーメン食いた、え、わかる、ある種才能、ありがとう本当に、は、今日もいい日だな今日もいい日、本当にありがとう、お金好きそうね、本当にやめてくんない、当たり前じゃんそんな当たり前のこと言わないでもらって、みんな好きじゃないの、であれ好きって、なんかさ、お金好きっていうのはちょっと違うじゃん、普通に生活するために必要なものだから、お金好きっていうのはちょっと語弊がありますよ、でもあれイベントとか本当に神うさぎロペのやつ以来してない、そう、でもあれ生半可な気持ちではできない、あのイベントはもう一日中配信しないといけないんですよ、だし
その時のスケジュールが終わってると終わるの。なんて言ったらいいの、めっちゃじゃあライブがありますとか生配信できる時間が少ない人は少ない時期とかにやっちゃうと勝てないし、本当にね、あれって時期大事なんですよ。本当にやらないって決めたもん。もうイベントはやらない、もういいって思った。もうマジで無理って思ったんですよ。なんかやりたいと思うイベントもないしね。なんかアリがさ、モデルのイベントとかやりだしたらみんななんか、え、大丈夫そうってなるやん。そもそもイベントってでもね、モデルしかだってないじゃん、ここ最近ずっと。本当にね、もうやりたくないと思ったんですけど、イベントです、あ、そう、スイッチがゲットできるイベントはもう次やるから、あのみんなよろしく。なんかアリのためにスイッチをみんなに買ってもらおうと思って、あのそう、アリさんはそういう雑誌イベントとかそういうのじゃない、そういうのじゃないです。あのスイッチが出るイベントがあったら出させていただくんで。そうですよ。イベントじゃないのそれ。あ、イベントじゃない。イベントじゃないんだ。スイッチイベント。でも今マジでスイッチが欲しく、でも今欲しいんですよ。今。でも全然そういうのないよね。そう、なんかそれは一旦協力してほしいよね、スイッチイベントは。スイカゲームしたいの。スイカゲームをするためにあのスイッチがやっぱ必要だから、スイッチが欲しい。そう、スイッチね、もうパパに取られたから。もともとパパなんですけど、それはアリが取ったんですけど、まあ本人の元に帰っていったので、そうスイッチが欲しいんですよ。ミッション制って何？ポイント何？ミッション制ってこれ無理ゲーに近いのかな。買えばいいやん、3万でしょ。ねえ、3万って高いんだよとか言ってさ、人に今散々投げさしてんのにさ、マジ本当に特大ブーメランぶっ刺さってるのは一回無視していただいて、だからやっぱ配信でゲットしようっていう。配信でね、配信でスイッチをやっぱゲットするべきかなって。でその分ちゃんと配信します、配信するから、やっぱみんなからスイッチをもらいたいっていう。なんかないかな、そういうイベント。久しく見てない。あ、クリスマスイベントだからクリスマスでなんか出るかもしんないよね、なんかそういうの、クリスマスプレゼント的な。お年玉的なね。確かにみんなにお年玉もらおう。こう怖すぎ。みんなにお年玉もらうね。みんなにもらうね。もらう前提。みんなにお年玉もらうからよろしく。
ええ怖っ。もらってもいいじゃなくて、あのもらうね、お年玉もらうね。てかあの一回配信するわ、お年玉もらう配信、お年玉ください配信するから。いつにしよう、あれですよね、だから12月の31日配信しようかな、か1日、1月の1日か12月の31日に配信します、お年玉ください配信決まった。どっちか、どっちかで配信するから、あのみんながくれるっていう。1日かな、1日にしようかな。やったってなって、あの素晴らしい1年を迎えられるように、ちょっとみんなからお年玉が欲しい。アイドル的に大丈夫で、もうそんなのさ、とっくの昔に終わってるじゃん。アイドル的に大丈夫だって、この会話がもう終わりだもん。もう大人だからあげるかは、あげる子供がいないから大丈夫。あり的な理論は、あげる子供ができたらお年玉はもらわなくてもいいっていう風な、あのそう定義を考えてるから。そうです、今年もあのお年玉もらうやつあるかな、 K2 公演で。あく、それまではあくまでもらう側なの笑う。え、そうだよ、もらえるまではもらえたいよね、やっぱり。もらえるものはやっぱもらってね、生きていきたいですから。自分に子供がいたらもうそれはもちろんもらわないであげますけど、まあ、いないんでもらえますよね、それは。みんなお年玉ください、今年、え、来年1日お年玉もらう配信するから。マジで、本当にこう真剣ですから、本当に。頼んだ。愛理が最年長でお年玉あげたくないから卒業しそう。いや、愛理が最年長の世界線めっちゃ怖くない？何それ、信じられない。でもみんなリアルでお年玉あげてるの？リアル。どこでお年玉受け取るの？あのギフトで。ギフト、ショールームのギフトでちょっと受け取ろうかな。21に見えない？そう。あげる相手いない？リアルでガチでみんなあげてないんですか？あげたことないんだ。ありもない。今めっちゃある日あげたことある人の言い方だったよね。あげたことないんだ。数万円なくなるから頭くらえてあげるとってこと？
めいっ子とかにあげてるんだ。いくらあげるの？なんかやっぱさ、金額あるのかな、その何歳からはこれみたいな。みんないくらだった？いくらもらってた？小学生は？小学生の子にはいくらあげるの？いくらもらってました？前に子供いない。アリちゃんはあげるくらい稼いでる？なわけないじゃん。いやもうあげれるぐらい稼いでたらこんなとこでこじってないから普通に。5000円、やっぱそうだよね。あれも小学校の時5000円だった。高校生で1万円もらえるようになりました。でもあれなんか親族っていうか家族結構少ないんですよ。だから全然集まらなかった。小学校1000円、中学校5000円、高校1万。え、小学校少なくね？え、急に小学校から中学校めっちゃ上がるじゃん。今の小学生は1万円でも少ないって時代。怖っ。マジ？でもなんかありってケチなとこがあって、変なところケチで、なんかお年玉もらってもしばらく使えないんですよ、お年玉を。絶対でもなんか1年ぐらいかけて消えていくの、ちょこちょこ。なんか変なところにちょこちょこ使っていって、なんか一気に高いものバンって買うとかはできないんですよ。なんか変なとこ貧乏症なのかよくわかんないけど、なんかケチで。で気づいたらお年玉がなくなってるっていう、なんか一番良くない使い方してると思う。あり、もらった瞬間使う？いえ。でも小学校の時は確かにそうだったかもしれない。ゲームのカセットとか欲しくて、小学校の時でも1万円くれる人もいたし、2000円の人もいた。ああ、なるほどね。確かに住んでる地域とか親戚の話で金額変わる。だからなんかちょっと高いのくれる人はさ、めっちゃなんか本当にいい人って思えるよね、その瞬間。でもなんかちょっと安いとなんか、こんぐらいしか来れないんだみたいな。認定入るよね、この人は毎年こんぐらいくれる人みたいな。だから絶対この人の家には挨拶に行こうみたいな。ね、気づいたらなくなってるよね。わかる。理想はでもなんか一個いいものを買ってみたいなことしたいけど、いやでもそれにしてはちょっと一気に使うのありちょっとビビっちゃうんだよね。なんかもったいない気がしない？でも何に使ったか分かんないで使ってる方が一番もったいないよね、本当に。アリのために普段食を節約してたんだよ。かわいい。何それ。でもなんか過去形なのがちょっと気になるな。してたんだよ、してるんだよじゃなくて、物心ついた時から1万円いただいてたけど、今逆にあげる立場で1万円あげるのきつい。で1万円の壁はでかいですよね。やはり人に1万円なんてあげれないもん。あげれないね。1万円はでかい。1万円だっていろんなことできますから。ね。
有田に2,000円、あざあざとくるみんには3万円。え、何何なの、普通に普通に出禁なんだけど声も枯れてきた。普通に出禁なんだけど、乾燥わかめと水あれば生活できる、すごいじゃん。タワー1万だけど、ね、やめてほしい。それな、本当にありがとう。だからみんなは本当にもう神様ってことだよ。アリのために1万円とか2万円を出せるっていうのはもう本当にありがとうございます。私はもうみんなに生かされてる、本当本当にみんなのおかげで生きてる。みんながいなくなったら生きていけない結構ガチ、本当に心の底から思う、これは。だ神、神だよね本当に。お年玉、何それ、なんかでもやだね、お年玉ペイペイとかで送ってきてほしくないわ。なんかあり、そこはまだ夢ありますよ、ロマン、ロマンがある。ちゃんとお年玉袋に入って渡されたい。すごい、この人ずっと言ってくれてる。愛が研究生の時、劇場公演一番目立って一番好きだった、ありがとう。研究生の時っていうのはちょっとよくわからないけど、君も過去形だね。お腹空いてきた、お腹空いたからちょっとご飯食べようかな、お湯沸かさなきゃ。やばい、めっちゃくっついてるわ、なんか白くない？これね、糊なんですよ。なんか髪の毛を固定されさせるための糊な、専用の糊なんだけど、こう触覚をねここにね止めて、ピタッてくっつけて、こう動いても肌から離れない、動かないようにする専用のやつがあってつけたんですけども、パリパリ、つけすぎた。え、アイリが自炊すんの？自炊という名のカップラーメンの話ですけどね。ほら白くなっちゃうんですよ、海苔が。これね、ちゃんと水で洗わないと溶け、水でとかお湯とかで洗ったら溶けるんですけど、そう。アリが自炊配信とかしたとかしだしたらアイテム山ほどとね、本当に言ってる？しようかな。でもね、本当に作れないんですよね。あいちゃん料理しないです。ちゃんとお風呂入るんだよ、お風呂入るよ。アリさんはあれだよ、公演、公演とかライブあった日とかは絶対入るから、安心して。本当にさすがに気持ち悪いわ。ねえほら白いんだって、なんかフケみたいじゃん、ちょっと待って汚いから、ちょっと隠しとこう。だいぶない日は入んないって言い方に聞こえる。え、もうその通りなんだけど。え、でもいや、ちゃんと入れますよ、入れますけど、本物とかよりはは入るよ、ちゃんと。こことかもね S 字にしてるんですけど、固めちゃったもんですからカッチカチです。
皆さん、ご飯食べます。みんな何食べんの今日？今日は何食べるの？アニさんはね、使わない。なんか実家いた時は使ってたんだけど、一人暮らし始めてから一回もお風呂使ったことない。なんか お湯ためるのがめんどくさくて、もう、そう、実家帰った時は入るんですけどね。逆にあり、今までそのお風呂に浸からないでお風呂に入ったことがなかったの。毎もう絶対お風呂がに浸かってたんですけど、浸からなくなっちゃった。そう、お風呂をためるのもめんどくさいし、お風呂の掃除するのもめんどくさいし、もう本当に終わってる、終わってて入らない。そう、シャワーで終わらせちゃいます。サウナ行ったことあるけどちょっと無理。サウナは、なに、岩盤浴は好きなんですけどね、サウナは好きじゃなくて、なんか動悸がすごいするから無理。いや、お風呂マジ汚いよ。マジ汚いよ、無理。本当にうるさい、黙りな。え、マジ本当に汚くて、掃除しなきゃいけない。お風呂に浸かってないから、汚くなっちゃう、なぜか。一人やから好きな入浴剤入れて温まろう、みたいな。ない。ない。うん、でもなんか今あり、部屋がマジこの世の終わりぐらい汚い。この画面の向こうこの画面の向こうが本当にもう誰も入れれないぐらい汚い。この間あり、キッチンハイター顔面にふっかけたんですよ。みんな気をつけてください。初めてね、キッチンハイターを使ってみようと思って使ったんですけど、その出し方が分かんなくて、こうなんかいろいろやってて、シュッて押したら自分の方に向いてて、顔面にねかかったんですけど、すぐ洗い落としました。正直かけますよ。髪の毛あれすぐ落ちちゃうから。あれなんか癖でね、髪の毛を手ぐしするのが癖なんですよ。だからすぐ髪の毛切れたり抜けたりするからめっちゃ大変。そう、泡タイプ。ね、生きるのってマジで大変、本当に。なんか生きてるだけでお腹すくし、部屋汚くなるし、しかもなんかさ、本当に思ってるんですよ。なんか部屋片付けるじゃないですか。で、片付けてめっちゃ綺麗になったら、うわー綺麗って思って、もう絶対に二度と汚さないんだから、絶対にゴミは溜めない、溜めないし、ゴミをすぐ出そうって決めて、決めてね、その掃除した日は決めたのに、なんか気づいたらもういつも一緒、もうすぐゴミ溜まってる。私ウーバーしすぎて、ウーバーのゴミがめっちゃ溜まるんですよ。そう、だから、いや、
兄のね部屋はね物めっちゃ少なくて、物は少ないんですけどゴミが溜まるから、ゴミを出したら一気にバンって出したら綺麗なんですよ。マジでそこです、問題は。え、マジで親って本当に偉大、マジで偉大。分別は任せてください。みんな大変だね、よく生きてるよ、本当に本当に。みんな素晴らしい、今日も生きててくれてありがとう。素晴らしいよ君たち。明日もあやたのために働きます、ありがとう。あやりも君たちのために働きます。そしてなので、ちょっとご飯を食べていいですか。ご飯をちょっと食べますね。じゃあランキング読もうかな、5位から。え、何枚読めばいいと思う、この壇上登ってる人全員読んだ方がいいかな。10位までにしよう、じゃあ10位までにする10位まで読みますね。10位ゴロスケ、9位幸せバター、8位ドロンパ6、7位福士ちゃん、6位背番号12、5位コウジ、4位かくれんぼむじり、3位コッペパン、2位アッキー、1位シンカエル3でした。ありがとうございました。皆さん今日はいっぱいタワーがね飛びまして、私の生活が潤います。マジありがとう、マジみんな神な、ありがとうございます。本当に今日もみんな生きててくれてありがとうございました。アイリも明日から頑張るので、みんなも明日も頑張りましょう。アイリはご飯食べてきます。みんなは何食べますか。アイリはモゴタンメン食べます。ではさよなら、おっちゅー、バイバーイ。